マオファーストフルアルバム「オーバーフロー」2023年10月18日発売決定、予約受付中。とうとうオーベルジーヌでしたね。とうとうオーベルジーヌでしたね。激アツ、甘かったね。俺は知らんかった、でもあれね、え、有名なんだよ。え、有名、そう、私もあれ、うわー、やばかった、なんだ勢い強っ。大丈夫？え、全然ぶつかってきた、怖っ。かっこいい大人は何があっても動じない。ああ、かっこいい大人は何があってもこんなん来る、動じないんですよ。いや、今のはね、動じた方がいい。今のでスルーされたら超悲しかったけど。緊急事態だからね。どんな状況においても冷静であることがやっぱ大人のどっしりとした感じじゃないですか。ああ、余裕がね、余裕がね、余裕ある。社長あるよね。社長なんて跳ねるボールとかやってたらわーってなっちゃう。動じない。あー、いいねのこの姿勢。それはどうなんだろうな。動じないって感情を殺すってこと。いやいや、抑えるね。冷静でいてほしいということかな。そうでございます。ということで今回はロフマを冷静よ。また王冠なんです。はい、使うアイテムはこちら、笛でございます。笛来た、うるさ、うるせうるさ、笛ある。そう、やめてくれます、隣でそんな。動じてるじゃん。いや、うるさかったからこういうこと。皆さんに今からこの笛を加えていただいて、今から起こるさまざまなことに対して動じず音を出さずにいていただきます。はい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 、というね、冷静にいられるかの挑戦みたいなことをしていきましょうという回でございますね。じゃあちょっとなんかうっすら隙間風みたいなのやめてよ。もう落ち着きない。なんで今から我々を動じさせるようなものが次々出てくるらしいので、ちょっとね頑張って耐えましょう。やめないね、はい、音が出なきゃいいってことですよね。いっぱい出た人はやっぱダサい。鳴らさなかった人はかっこいい。それでいきましょう今回。オーケー、面白い。じゃあ常に加えとく。じゃあ常に加えとこう。わかりました。では冷静でいられるのかチェックしていきましょう。はい、こっから本番だ。よし、セットします。いくぞ。はい、あ、来たよ。来た。なんだこれ。階段の理解だ。ザブザブザブ、バシャ。階段と階、ピッ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 、階段の視界だ。4月で階段と桜が満開だ。満開だ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 、司会だ、馬車。階段の所属するロフマオのこの先は2階だ。満開だ満開だ、司会だ、階段と階、階段の理解。カイラとカイ、カイラの理解だ。満開だ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 、司会だ、馬車。カイラの所属するロフマオのこの先は2階だ。カイラの理解だ。満開だ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 、司会だ、馬車。満開だ満開だ、司会だ、カイラとカイ、カイラの理解だ。満開だ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 、満開だ、司会だ、カイラとカイ、カイラの理解だ。カイラの所属するロフマオのこの先は2階だ。満開だ満開だ、司会だ、カイラとカイ、カイラの理解だ。ザブザブザブ、馬車。カイラとカイ、ピッ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 、階段の視界だ。ちょっと待って、仕方ねえな。これは吹き出しますよ、さすがにね。こことここ階段の境目だ。はい、
ちょっと最後のもう下回るとは、うん、すごかったな。境目田さんじゃないじゃん。だってクソ長かったな。なんか長かったね。時間の進みめちゃくちゃ遅かった。遅かった。あとやっぱ編集が良かったよね。編集ととっても良かった。映像3分。3分。5ネタを3分にしたの？もうちょっとあっただろう。5ネタで100連発ね。すごいな。続いてはこちらです。はい、笛を加えてください。あいつら二人は放送が終わったみたいだな。前の皆さんはもうこちらに来ているだろうか。始めていいかな。改めまして、初めまして、加賀見隼人と申します。あのバカ、なんて似てないモノマネを放送中にするんだ。たくさんのご期待を私に寄せていただきありがとうございます。こんな声です。がっかりされたかな。一番お問い合わせはあったのがなぜか身長でしたね。身長ですけど182センチあります。で、体重は61キロです。なんで体重も皆さんこんなに気になるんですかね。もういいだろう。長いですって。これ素晴らしい。マジでずるくないですかこれ。めっちゃいいや。マジでやめません。こんな声なんだ。こんな声です。でも、ね、イケボで身長言い出すのおもろかったね。本当に聞かれてたんですって当時。本当にあのバカだ。あれはかっこいいわ。あれは確かの博士さんが私の前でなんか私の真似して終わったんですよね。あのバカども、あのバカども、やめ、本当にやめて。本当にやめて。本当にやめて。続いてはこちらです。なんだ。遥か空の星が、ここら辺は放射能がないぞ。テギラの放射能全部レトラマンが吸っているんだ。ちょっと俺たちのスタッフ、選ばれしスタッフにお願いします。選ばれしスタッフに、うん、いやロフマオの加賀見隼人、ロフマオの、まあ、剣持トヤ、ロフマオの上見奈、ロフマオの海田春みたいになったら、まあ、本当、まあ、グループ冥利に尽きるなというか。そうですね、僕とかは結構まだ最初の頃というか、うんうん、運営さんから与えられたものをこなすっていう認識がやっぱ大きかったんで、みんなの影響を受けてやっぱ自分からやっぱ面白いものを、コンテンツを、まあ、作っていきたいなって改めて思いましたね。うんうん、組んでから長いからガチで話してるの分かるんだよな。いや、まあそうです。僕はどちらかというといいよ、熱くなってるよ。企画会議もあまり喋らないんで。まあまあ、いやもう泣けるね。ちょっとより今後は僕も、うん、ふわくんから出るものも、出るものも出していけたいなって思ってました。ジェンが懐かしいな。よし、じゃあここにありますから、はい、じゃあちょっと最初はね、はいはいはい、僕からやりますか。はい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 。で、まあ僕はシラフなんでパッとやらせていただきます。まあ、早いですね、テンポ感。うん、いや正直こんなのビビった方が負けなんですよ、はっきり言って。やっぱぶっ飛ばさない、ぶっ飛ばさない。すいません、最下階だ。ねえ、もうこれフラフラじゃん。いけるよな、これちゃんとできるか。さあ狙ってちゃんと全部下すぎます。なんでそんな、下すぎます。ない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 、それを乗せる、乗せれるか。やば、ふわ、うまいこと乗せて、掴めばいいから。雑だよ、全部が。ゆっくりゆっくりゆっくり乗せ、もっちゃん。おい、バカ。なに、掴んで。いけない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 。次どれどれいけない。いや、何がしたい、何がしたいんだ、それは。ダメだ、これは。ダメだ、もういい。なんでまだ続いてると思ってんだ。さばきを、オッケー、さばきを。以上です。いや、情報量。これずるい、これやばいな。2パターンあったね。2パターンあったね。めちゃめちゃ真面目なフワッチと、ちょっと恥ずいっすけど、狂ったジェンが。え、あれ記憶あります？あるっす、あるっす、多分。全然あるっすけど。なんか珍しかった。あ、ほんとっすか。まあ酔っ払ってたっすね。熱くなるんだ、お酒入ってたってこと。めっちゃ真面目だったもんな。ジェンがずるいから。ジェンがずるいわ。カバーンって崩れてんのに気づかず積み上げて続けようとする。マジでずるい。それ記憶なかったかも。
次がラストらしいんですけど、なるほど、こちらのボタンを押すと、なんだこれ、なんか音が流れるらしい。でも今さ、順番にターゲット、まあそうよ、来てるよ、うん、残り4頭じゃない、おじさんに何かが起きるんじゃない。よし、じゃあこうやってください。おじさんの恥ずかしい音声とか、うわ、やだ、ね、いきます。はい、トーヤ、トーヤ、トーヤ兄ちゃん、ねえねえトーヤ、トーヤおはよう、たくトーヤったらダメって言ったでしょ、トーヤに内緒の話があんの、実は前からバイバイ、最低だね。今日からルフマオに入ることになりました。全部嘘だよバーカ、あ、終わったんですか。すごい、ジェットコースターみたいだった。アトラクション乗せた。そうかな。すげえ。これがアミヤが撮ったんだ。そうなりますよね。うん、へえ。へえ。嫌だな。今の平めっちゃ嫌だった。ロフマオに入るということが決まったんで。都合のいい部分しか聞こえてない。嘘って言ってたよ。全部嘘って言ってたよ。でもこれが撮ったんだ、アマミヤが。まあまあまあ、2回目ですけどね。その事実にずっとすがってるな。後でください。ダメだよ。なんでだよ。なんでだよ。こっち起こしてダメなの。怖い怖い怖い。ちょっとおかしな感じになっちゃった。だいぶ怖い。なんか中継が終わったようでございます。はいはいはい。この合計でロフマオ冷静王が決まります。いいよ、なんでも。なんでだよ。もうなんでもいいよ。なんでもいい。では結果オープン。うわあ、あら、すげえ。なるほど。うわ、なるほど。冷静ではなかったね、確かに。ああ、社長強えわ。いや違う、最後最後最後。社長強え。どう見たって最後。あそこで稼い、全然勝てなかったな。稼ぎすぎじゃない。稼ぎどころありすぎですって。冷静だったの。剣持さんは。いやでもすごいじゃないですかこれ。冷静王ですよ。冷静王も何もだったら今日。心なしか私が一番ダメージでかいぞ。確かに。さらされてもね、動じないような歴史を作っていきましょう。はい、ということで木十六魔王塾、次回もお楽しみに。楽しみ。次回からは雨宮がいます。すいません、雨宮さん、ありがとうございました。